国部大域は、日本の実業家、コンサルタント、元外交官、滋賀県長浜市出身、株式会社リンクオブジェネレーション代表取締役、血液型大型、コンサルタントとして、独立会業しており、複数のメディアに著書などが取り上げられている。JICA と JBIC の組織統合事業などにも、従事していた、組織の将来ビジョンや、制度設計。 戦略立案を担当した。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスにて組織心理学の修士号を取得。リーダーシップ理論、モチベーション理論、チームビルディング、意思決定論、組織変革論、組織文化、ナレッジ・マネジメント等を学ぶ。ジャイカ労働組合の執行委員長として、数々の組織改革を実行。名古屋大学大学院にて、客員准教授として、 海外から留学生を指導。2013年から2年間、外務省に出向し、外交官として勤務。日本政府の国際協力に関する政策立案や、国際交渉に携わる。現在は、エグゼクティブコーチング、自己実現コーチング、及びプロコーチ要請などを行うほか、リーダー、シップ開発や、組織変革を専門とするコンサルタントとして、活動している。 ありがとうございます。